ロケット弾、ロケット弾は、推進剤である火薬の燃焼や圧縮ガスの、噴出によって、水力を得、自力で飛行する能力のある爆弾、または砲弾である。一般的な定義としては、おおむね蒸気の推進機を備えた兵器のカテゴリーである。日本では一般に何らかの誘導装置を持つものを、Z 推進のものも含めて、ミサイル、誘導式噴診弾と称し、 誘導装置を持たないものを、ロケット、無誘導式噴診断と呼び区別しているが、他の国においてはその限りではない。収納ケースから直接単体で発射できるものもあるが、専用の発射装置によって出されるものもあり、それらロケット弾専用の発射機は、ロケットランチャー、薬室と閉鎖器を持つ大砲型のものは、ロケット砲と呼ばれる。ロケットランチャーには筒型、箱型、 レール型など様々な形があり、小型で兵士が個人で携帯して発射できるものもある。また、大砲型の長射程で大きく重いロケット砲は反動があるため、重射量に搭載される。一般的に、日本では発射器、ランチャーと砲、ガンを区別せずにまとめて、ロケット砲、バズーカなどと呼ぶことが多く、また、日本軍でも、分身砲と呼んでいるが、 構造的に大きく異なるため、厳密には正しい故障であるとは言えない。今日では、戦闘機や攻撃ヘリコプターなどの航空機や、地上車両に搭載されるもの、兵員が持ち運ぶものなど、多種多様なロケットランチャーが、地上の建造物や施設、車両、不評を破壊や加害するために用いられる。ロケット弾は、飛翔経路を保つことが非常に難しい。 推進力があっても飛行制御や目標への誘導を行う機能がなく先端部に新間や重い爆薬を持つ分発射角度や重心と推力の関係や低速での飛翔予定オーフルの影響などで簡単に向きが変わってしまうこれまで多くの技術改良によって現在のロケット弾兵器が作られている姿勢を安定させるため初期のロケット弾は長い棒をつけておりこれは 大昔に中国で発明されてから20世紀初頭まで長きに渡り、用いられていた。この後、安定翼式とスピンは安定式の二つの方法が登場した。安定翼式は作りが比較的簡単であるが、オ風の影響を受けやすい。スピン安定式はロケットの噴出口を円状に複数設け、一定の角度をつけ団体を回転させる方式で、 第二次世界大戦でドイツ軍が多用した。この方式は回転による遠心力でヒート弾頭のモンロー、ノイマン効果によるメタルジェットが収束しづらくなり通る力が減少するため対戦車ロケット弾には使用されない。もっとも高所速のライフル砲ほどの高速回転ではない。地対地攻撃用のロケット弾では発射された弾体は一定距離を ロケット噴射で緩い放物線を描いて飛行し、推進剤の燃焼後は空気抵抗により減速、落下する。そのため、近距離ではおおむねの飛行コースを予測できるが、推進剤の切れたロケット弾は着弾地点があまり正確には予測できない。遠距離砲撃用の地対地ロケット弾では大量に発射し、大量に推進剤切れのロケット弾を おおよその攻撃範囲内に降らせるため、広範囲の攻撃には向くものの、逆に通常の榴弾砲を用いた、砲撃のような精密攻撃には不向きである。そのため、観測手を置いての使者と誤差修正ができず、敵陣地の位置の特定が、大まかにしかできない、大砲兵射撃に向いている。また、複数の発射機を束ねた形で使うものに、顕著な傾向として、 構造上で装填は、各々の発射機に発射体を装填せねばならず、発射体側に推進機を備える分だけ、重くなりがちなロケット弾は、その操作業の効率化の上で、ネックとなりがちである。他方、下方一般、大砲では方に、カートリッジ化された弾薬を装填するなど、連続発射するための自動化も進んでおり、断続的に発射することが可能である。このため、 一時的に相手戦力を所定地域から排除するための一斉の面的制圧では、ロケット弾及びロケット砲が向き、断続的な攻撃で、相手勢力の行動を妨害するには迫撃砲を含む火砲に分がある。なお、ロケット弾の再装填に関しては、発射装置が弾薬輸送用のコンテナを兼ねているようなシステムにおいて、発装置ごと交換するという発想で効率化を、 測った兵器も見られ、例えば MLRS においては、約8分で12発のクラスター弾頭を備える、ロケット弾コンテナが交換可能である。兵器としてのロケットは、11世紀頃に、中国ですでに作られており、これは、実際のところ馬を驚かせるための、今でいうロケット花火と、同程度の代物であった。14世紀の民の時代に、 カルー出水という世界初の多段式ロケットが開発される。なお、火砲の実用化は14世紀半ば頃である。新天神なりという火砲馬外いのものは12世紀頃、中国北部を支配した金国で12世紀末頃に開発、実用化されているが、所詮は発射音と炸裂音で馬を驚かすためのもので、ロケットと大差はない。この当時のロケットは、 射程などの面で火砲と拮抗しているという状態であったが、ヨーロッパでは15世紀に入ると鋳造技術が進歩して、ブロンズ製の鋳造方針と鋳造された鉄製砲弾の登場で、火砲の命中精度、射程が増加したため、ロケットは近代に至るまで戦争の表舞台に立つことはなくなった。日本でも防備屋と呼ばれる。 大口径のひなわ銃から撃ち出すロケット弾が生まれたが、戦国時代末期のことであり、その後の日本で戦乱がほとんどなくなったことから、実戦用の兵器として使われる機会を逸してしまった。その一方、インドではロケットの技術が非常に発達し、この地を植民地化したイギリスは、インドのロケットの威力に悩まされ、特に第二次マイソール戦争では、 ティープ・スルタンが保有するロケット砲部隊のため大損害を被った。このため、18世紀にはイギリス軍がロケットを導入。このロケットは改良を進めたイギリス軍人、ウィリアム・コングリブの名前から、コングリーブロケットと言われる。対抗上他のヨーロッパ諸国もロケットを導入し、第二の黄金時代を迎えた。射程も5キロ程度まで伸び、以前のロケットよりも、 命中率も向上していた。しかし、19世紀には、ライフルの登場、鋼鉄製砲身の登場などで、銃、砲の性能、特に命中精度が向上し、相対的にロケット弾の命中精度は低いとみなされることとなり、再び表舞台から姿を消すことになった。第一次世界大戦が始まると、発光信号など、被破壊任務に、ロケットが使用されるようになる。 唯一の例外は、連合軍が戦闘機が搭載した、ルプリエールロケット弾、ルプリエー,ーローコットで、対飛行船、対観測気球攻撃に用いられた。これは、飛行船、気球を機関銃で撃っても、穴が開いて、ゆっくり墜落するだけで、穴を塞げば、直ちに実戦復帰可能で、損害をほとんど与えられなかったためである。機関銃に比べて、 ロケット弾の命中率は著しく低かったものの、他に有効な攻撃手段がなかったことと、標的が極めて大きかったために、欠点はある程度をつぶることができた。あくまで仮定だが、炸裂弾を用いる大口径機関砲が当時の飛行機に搭載できれば、ロケット弾の出番はなかったはずである。対戦終結後、敗戦国となったドイツは、ベルサイユ条約を締結し、 多くの兵器の開発を制限されることになる。この制限は、艦船、航空機、もちろん火砲にも及んだが、この条項には、ロケット開発の制限がなかった。これは、第一次大戦における、ロケットの戦果を考えれば特に、落ち度というものではなかった。しかし、このことが新たな兵器として、ロケットの出現を流したのは、間違いない。なお、ロケット燃料には、 製造が容易で、コストも安いが発射後燃料の反応制御が不可能な固体式と燃料の反応制御は、やや適応であるが相応の制御技術と製造コスト、要求される液体式があり、それぞれに一長一短がある。ロケット弾のものは、コストの関係から、主に固体式の場合がほとんどである。第二次世界大戦になると、多種多様なロケット弾、 ロケット砲が開発され、現在の形に近い、使われ方がされてくる。また、ロケット弾を砲弾として用いることによって、下砲の射距離の延長を図ることも行われている、ロケットアシスト弾、ロケットアシステッドプロジェクトルズ。この場合は当然ながら、通常砲弾に比べて、威力の面では妥協することになる。しかし、ロケット弾はその特性上、砲弾、 銃弾に比べて命中率が劣るという欠点は不可避のものであった。そのため多くのロケット弾は一度に大量に発射することを前提としてその欠点を補っていた。また、それとは反対に一発で効果を得ようという思想を持つロケット弾があった。核ロケット弾がそれである。核ロケット弾は 誘導ミサイルの誘導技術が未熟であった1950年代に、公案、開発された。核弾頭による、広範囲の破壊効果によって、命中精度を補うものである。戦術核攻撃を目的とした、死体地核ロケット弾 MGR-1、オネストジョン、MGR-3 リトルジョン、及び、長距離爆撃機の編隊をまとめて撃墜することを、目的とした。 空対空核ロケット弾エアマイナス -22 がある。なお、極限まで小型軽量化されたロケット弾の核弾頭に、なお十分な放射能射兵が施されていたかどうか、すなわち運用要因が被爆しなかったかどうかは、現在もなお不明である。また、核ロケットによる防空兵器は、たとえ敵機を一機残らず撃退できたとしても、自国の真上もしくはそれに近い場所で、 核爆発を起こすという性質上、守るべき存在であるはずの自国民に放射性、降下物や電磁パルスによる被害を発生させるという難点がある。なお、第二次大戦頃より誘導装置を備えたロケット弾、すなわちミサイルが登場する。初期のミサイルの誘導装置は発展途上であったことから、蒸気の核ロケット弾のようなものも開発されたが、 やがて無誘導のロケット弾はミサイルに役割を譲り渡して消滅して行った。そのため、戦後、車両搭載型と艦艇搭載型の無誘導ロケット弾、ロケット砲はほとんど開発されなくなった。しかしながら、高価な誘導装置を搭載しないロケット弾は低コストというメリットがあり、精密な誘導が必要ない場面においては有用性があった。 この費用対効果を改善して開発されたのが MLRS で用いられる M26 ロケット弾で大量の手段をばらまくことにより少ない数で広範囲の制圧を可能とした。また、不評形態型のロケット兵器は不評法に代わる耐送効果力、そして耐人地下力としてむしろ開発が流星となっている。なお、ミサイルをロケット弾の一種と解釈するなら、 日本語では、両者は区別されるが、言語によっては、ロケット弾とミサイルを区別しない場合もある。ミサイルの進歩とともに、ロケット弾は現在なお全般的に進歩し続けていることになる。比較的治安が良く武器の入手が困難な日本では、これらロケット弾が、比較的製造を設置しやすいという理由から、手製爆弾と並んで広く、テロリストによって使用された。 これらの場合、遠距離から金属弾、いわゆる過激派は、新刊の調達ができなかったため、作薬の入った榴弾を用いたことはなかった。ただし、弾頭がぶつかると、マッチを着火する要領で、物理的に新刊を再現したものがあるが、こちらは、発射台として使われているを、対象施設に打ち込むことが可能であるため、警備の範囲外から主要施設を狙うのに適していると、 考えたためであるとされている。一方、武器弾薬が入手しやすい国のテロリストにとって、ロケット弾は、携帯に便利で破壊力の大きい武器であり、個人テロリストが軍隊を相手に、装甲車やヘリコプターなどを破壊するのに用いれる。これら携帯ロケット弾は、内戦時などに出回った、余剰兵器であることが多い。中でも、代表的なロケット弾発射機が、 急遽三権をはじめとして安価で大量に流通していた対戦車ロケット砲 RPG-7 である。扱いが勘弁で習熟を必要とせず非常に安価に莫大な損害を与えられるという点でテロリストにとっては非常に便利な攻撃を受ける側にとっては大変頭の痛い兵器である。このほか、前述の過激派の金属弾のように G 行動用向きな 簡易であまり精度の良くないゲリラによる手製ロケット弾であるカッサームロケットも作られ、ハマスによりイスラエル人入植地に打ち込まれている。砲兵が間接照準によって利用するロケット弾。航空機から発射され、航空機を攻撃するために用いられるロケット弾。第二次世界大戦から冷戦初期にかけて広く配備されるが、空対空ミサイルの発達に伴って、 姿を消すか、大地攻撃に転用された。第一次世界大戦期、第二次世界大戦期、第二次世界大戦後、航空機から発射するロケット弾、主に対人、大難目標攻撃に使用されるが、一部の大型ロケット弾には、対効果目標用のものも存在する。第二次世界大戦期、第二次世界大戦後、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。